はい、一月マサシミズです。いやあ、慶応義塾大学っていう名門の大学があってですね、福沢諭吉さんという方が作られたところなんですよ。皆さん知ってますか？素晴らしいいろんな方々がいらっしゃる大学なんですよね。まずやっぱその第一の筆頭はですね、竹中平蔵さんというものすごい偉大なあの学者さんがいらっしゃったですね。他にも五輪汚職でね。 今、話題の時の人となったですね、高橋治之容疑者という方もですね、そして疑惑の目が向けられている JOC の武田恒和さんとかもですね、そして賄賂に関わったコモンズ2とかもですね、いろんなところとか含めてですね、慶応人脈というのは本当に素晴らしいもう人々を生んでいるんだなという,もう慶応義塾そして福沢諭吉やはりこれはもう日本のね 本当に素晴らしいね本を書いた学問のすすめこの人が書いたもうこれこそ日本の知識人インテルっていうところで本日はですね学問のすすめについて語っていきたいと思います安田さんよろしくお願いしますいいいやー竹中平蔵さんなんて素晴らしい方がね慶応大学で表情されてるわけじゃないですかいい、うん、いいですね慶応大学っていうのはとても素晴らしい大学ですねね<え>どう思いますか高,高橋高橋、うん

そうですよ、そうですよ。巻き込まれちゃったわけですよね。あと他にはですね、あの ADK で休、うん、民会社経由でお金を渡してるんですけども、そこの休民会社の代表も高橋容疑者の慶応時代の後輩なんですよ。あのー、お問い、問え与え。あとなんかあの大手出版社角川元千。あこちらもですね、<原>あのー、慶応大学なんですよで。法学部だそうですね。いやもう慶応大学で法律を学ぶと。 法律の抜け道を、うん、ねちゃんとあの改革ることができる素晴らしいです、ね、松原副社副会長っていう方は、うん、慶応大学経済学部出身で自宅に捜査が入ったというああなるほどなるほど慶応大学というのは素晴らしいところでございますね本当にとにあと五輪関係施設の施工になった企業誰やろえっとそれは大成建設ではないでしょうか ねえ、うん、そこのトップも k o OB で高橋恭里との関係がささやかれてるていなるほど k ok 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 o、OK OK、ってささやかれてるわけですね <laughs> なるほど素晴らしい大学じゃないですかでもこれこれこういうやつのみんなつらんつるんでんでっていう情報をですね、うん、この日韓現代に垂れ込んだ方は慶応大関係者てま <laughs> 仲間を守らない <laughs> 記事によると。 <laughs> 素晴らしい慶応ですね。うん、いやもう陸の王者慶応でございますないやー素晴らしい素晴らしい本当に慶応大学っていうのは素晴らしいところですね。いや俺も入るなら慶応にしとけば金儲けではうまくいったのかなおっとには。応、えー、<ー>大学のセンスとかになってるからちょっと楽だったかもしれんな。いや楽だったでしょもう竹中平蔵さんみたいに大人気だったでしょう。いやーまあそんなですねえー えー、この慶応大学を作られた、えー、学問の勧めを書いた「福沢諭吉さん、うん、天運は人の上に人を作らず人の下に人を作らず」と言えり「されば天より人を生ずるは万人は万人皆同じくらいにして生まれながら気仙の上下の差別はなく万物の霊たる身と心の働きをもって天地の間にあるよろずのものを取り 持って異色獣の用を達し自由自在、互いに人の妨げなすしておのの安楽にこの世を渡らしめたまう趣旨なり。っていうふうに書いているこの有名な学問ですね。うん、なんですけども、えー、よーく読んでみるとですね、ウルトラ差別思想 <laughs> あのかつですね、えーっとまあ、天はねああの、人の上に人を作らないんだと、ね、で人はあの人を作るんだと。 ねでだから自分の努力でちゃんとせえとあかんねんでうまくいかんってなったやつは自己責任あれこれなんか維新維新の教科書みたいな感じになってるわけですよこれ <laughs> でもさい,ないきなりこれやったんよ <laughs> これんかしかもそのが誰が決める身分を重くして遠ければおのずからその家も飛んで下地のものより見れば。 俺もべからざるようなると思う。その元を尋ねれば、ただ、その人の学問の力あると、なきと。によりて、その添い入たるのみにして,って嘘を、嘘書いてあやそんな関係あらへん。だってさ、これね、すごいこと書いてあるのが、賢人と愚人との間には、学ぶと学ばざるとによって、できうるものなりって書いてるんですよ。変 <laughs>、うん、なことないて、<laughs> なんなことないて。<laughs> めちゃ,くちゃのことしかもだからそのなんか古文読んだり和歌を楽しんだりとか無そうなんよこれ <laughs> そうな学問ちゃうからこれがあの学問のすすめの最初の始まりのところに書いてあるんですよ <laughs> うん、うん、すごくないこれいやなんかあのえー、っと和歌をよくして商売達者なる町人はまれですこれが、えー、心ある町人尺唱は その子の子学問にまあ言ってみればですねそういう和歌を持ち出したりしたらあの身持ちを崩すことになるから親心的にはそういうの心配だよねそれはしょうがないよーっていうふうにこう言っててえっ文学部とか行ったあかんでって言ってる。いやーこれなんかなんか正直これアリストテレスのリベラルアーツに関する話とかを読んだ方がまだあの健康にはいいんじゃないかなと思いますけどすい,いやーこれ。 でな何よりあのビビる部分がですねあのー、これいろいろあるんです、まあ、いっぱいあるんだけどさ、うん、この学問をするには文言を知ることが肝要、うんえー、などいよねこれひどいよねこれ,ひどいよねこ,れこれよくね <laughs> 学問をするには文言を知る。 学問をするには文言をすることが寛容なり人の天然生まれつきはつながれず縛られず一人前の男は男一人前の女は女にて自由自在になる者もただ自由自在のみと答えて文言を知らざればわがまま放題陥ること多しすなわちその文言とは天の道通りに導き人の情に従い他人の妨げなさずして我が身一身の自由を達することなりとかうんぬんかんぬん書いてあるんですけどまあ要するに まあ勉強するのはええけどお前自分の文在庫をやめろよって言ってるわけですよ。<laughs> でさらにこの,、ね、この文章の,この手前のところにですね、えー、書いてあるのが死の交渉の話してるんですよね。あ<ー>であのー、なんていうかこの死の交渉、まあ、ちゃんと勉強しなさいよと。ね。えー、実学ちゃんと勉強しろと。 人たる者は気成の上下区別なくことごとくたしなむ心へなればこの心へありああてあに死のう交渉おのおのその部分を尽くし命名の家業を営み身も独立し家も独立し天下結国家も独立すべきなりっていう風に書いてるんですよねでこれがあの一心独立して一国独立するっていう有名な言葉あの主に司馬遼太郎によって有名になった言葉なんですけども、えー、この言葉なんですけど要するにこれってさおのおの文在をわきまえて実学に勤しみ ね、で、首脳交渉の。余計なこと考えんと。余計なこと考えんと、その場で頑張ったらいいやと。うん、そしたら。国家はうまくいく。っていうふうに言ってるわけですよ。<laughs> 怖い。やばくねいか、おい。<laughs> だっても <laughs>、もう。大体、まずさ、この、なんか、その、すべて心を持ち、心配する仕事は難しくして、手足を持ちうるし、こっちから役はやすし。 ゆえに医者学者、政府の役にまたは大なる商売をする町人、あまたの方向に見つかう大小役所などは、身分を重くして、尊き物と言 <laughs> って、ひでえな、その歪んだ職業かピーター・トラッカーが怒られるみたいな。いや、でも、あの職業に規制はないそうですね。<laughs> どういうことなのもう意味がわからないて,てないだから天の、天は人々を平等に作った。 だけど、後からの努力で、作られれる,っっるわけですよこれうんいや,やばくないそれからね、そのすごい、ね、大学人としてすごい衝撃を受けたのがさ、うんその、これらの学問をするに、いずれも西洋の翻訳書を取り調べ、大抵のことは日本の殻にて用を伝授、あるいは念書にして分際あるものは横文字をもを合せ、一回一役を実事を抑え、そのことについてそのものに従い、近くの物事の道理を求めて今日の用を達すべきないっていうさ。 あったねこれね日本のね大学のあり方を規定しましたねいやこれさいやー、うん、翻訳でどよくなったかんだそっていいんじゃウィッドよく翻訳本で研究なんかしたあかんから <laughs> 福グザ吉公認で翻訳で ok いうてん、ね、いや研究者原文読めよ <laughs> いや出たこそういうやつに読ませてそれをこう導入したらいいねんっていうこのね うん、西洋実学返帳主義こ,ここに起源があるね日本の大学。でらに私が怒ったのはですねあのうん、うん、まあすごい単純に言うとねひどい政府は「おめえたち愚民のせいだ」って言ってるところがあるんですよ。<laughs> <laughs> えこれこんなん言うとあかんやんってこれ、まあ、西洋のことわざをね、えー、じゅやって「愚民を支配するには道理を持って諭すべき方言方便がない」。 ただ意を持って脅すのみ。要するにバカは道理を喋ってもしょうがないから脅すしかないんだと。で、西洋のことわざに愚民の上にあひどい政府があるっていうふうにこう言ってるんですよね。これ確かドン・スワート・ミルカなんかが言ってたと思うんですけど、で、こう言った後に、これあの政府がね、ひどいんじゃないんだと。愚民の自業自得なんだと。ひどい政府を作るのは愚民のせいなんだと。ね、領民の上。 いい民の上にはいい政府がね、あるんだよ。だから、お前ら勉強しろよ。いや。バカとかやんだよっていうね。でも、和歌とか読んじゃだめだよとかって言って、何言ってんの、これ。うん、<laughs> <laughs> これでも、日本の今の。骨折ぶり。すごく、うんいや、こういうのが学問のすすめの最初に出てくるんですよ、皆さん。 全部、あペラペラペラで、この本も誰も読まへんと思うけどさ、こんな本。めちゃくちゃ日本社会を規定しましたよね。いや、規定した。この通りになってる。でそして、大ベストセラーです、これ。うん。いやなんか。と学ばざれば、血なし、血なき者は愚痴になる。怖っ。怖っ。 ウルトラ自己的に一緒でそういうところからやっぱり、うん、竹中平蔵がね貧しくなる自由がある <laughs> もうそっち継承してますが継承者何げに竹中平蔵あの一橋大学卒業だはずなのに、うん、どちらかというともう、うん、完全に福沢成績を体現してる体現してるから呼ばれか平和行ったんだよこれ、うん、いやだって で竹中平蔵のですねあのせっかくなんでもう一回読みましょうか竹中平蔵の部分はねえ「<laughs> 出ました」みたいな感じで、ね、私が若い人に一つだけ言いたいのは皆さんには貧しくなる自由があるということだ何もしたくないなら何もしなくて大いに結構その代わり貧しくなるので貧しさをエンジョイしたらいいただ一つだけ。 その時頑張って成功した人の足を引っ張るね。バイ、武田康平蔵、2012年。いやあ、こんな複雑の本ね、改めて読み直してみると、うん、まあまず,まず自己責任思想です。マダワン買ったやつは、うん、アホ。で、アホが増えたら政府がひどくなる。で、そのひどくなった政府は政府の責任じゃなくてお前ら国民のせい。<laughs> <笑 Jared> いやこれは。 に研究者翻訳本でオッケー原文なんか読まんでいいってこれは <laughs> <laughs> 今。まあ研究原,原文読むのは、うん、その一個西洋の翻訳書を取りし、西洋のですね、うん、もの。を横文字を読んで翻訳をするためなんですよね。いや、そう、ね、これも東京大学とかのあり方をですね、ものすごい規定してます。いや。私がやっぱ。長年にわたってやっぱりすごいそういう精神みなぎってる、今もそうだけど。うん。<laughs> いやー仮に人民の特技強より、えー、衰えてなお無学文盲に沈むことあらば政府の方も今一段厳重になるべくもしまた人知皆学問に志し物事の断りを知り文明の風に赴くことあらば政府の方もまた寛大態度の場合に及ぶべしまあ要するにですねあーの お前ら勉強せよ。ちゃんと勉強したら政府は寛大になってくれる。その政府様、お神様がですね、ひどい政治を行っているんだったら、てめえらがバカだからなってこう言ってるわけですよ。<laughs> やばいなよ、この本。すげえ。これが大ベストセラーになった背景とは一体何なのかやはり自己啓発なのか、時代は。<laughs> 明治の頃から。しかもその自己啓発で本当に啓発してはいけないんですよ。嘘がかなあかんのよ。ねえ。きついな。 うんただ、えーと、一応副沢吉を擁護しておくと、です、ねはい、あの脱は乳をせえへんと、マジでやばかったんですよね、この時はそうなんで、これ、あ<ー>あのなんでこんなことが起きるから主張してるのかっていうと、うん、この国の独立を守るという、うんうん、植民地化されずにいるためには、うん、もうのんびりセリマはないんだっていう、そう,そういう焦りですよね。そそそそう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 ,そう,そう,そう でその焦りからですねそのこの一国独立のためにお前勉強せえみたいなそういう話になるっていう,うん、うん、だからこれ別のそんな圧力がなければねうん、うん、こんな歪んだ思想も生まれなかったわけですから。 まあ、このもう西洋植民地主義の犠牲ですよね、ある意味ね。まあ、そうですね。もう今。もう一回、治そうよ。もう一回いいやめようよ。今、大変なことが起きそうになってる。<laughs> 日本が掘りそうになってる。<laughs> っていうふうにね、こう言っているのですけど。<laughs> うん、じゃあ、それではですね、現代の福材口、竹中平蔵大先生の言葉、もう一回言いますよ。<laughs> 私が若い人に一つだけ言いたいのは皆さんには貧しくなる自由があるということで何もしたくない、ね、何もしたくて大いに結構その代わりに貧しくなるのよ貧しいをエンジョイしたらいいただ一つだけその時に頑張って成功した人の足を引っ張るねって言ってるんですけどこの次の文章にですね注略した後に若い人は日本が貧しくなることにリアリティがないのかもしれないしかし明らかに日本中にウェイクアップコールが鳴っているだから竹中平蔵的にはですねこれはさっき言ったのはですね 大変なことになるぞ、大変なことになるぞ、頑張れっていうふうにこう言っていてですね、福沢諭吉よりもさらにお下劣な感じになっておりますけども、福沢諭吉的にはですね、脱亜入欧っていうのは、日本が植民地になってしまう大変だ、目覚めろ、目覚めろっていう危機感から生まれてきたんだけど、竹中平蔵はいまだに同じことを言っていて、さらにひどくなっているっていうですね、なかなか面白いもんですね、こういうふうに見ると。抜けないんだよね。うん 抜けないんだようん。で、これなんかすごい面白いんだけど、この一文にね、うん、これ有名な一文ですけど。うん、この心やりて、後に首脳、こう、さっき読んだやつ、ね、首脳交渉、うん、脳のその分を尽くし、命名の影を営み。身も独立し、家も独立し、天下国家も独立すべきだりって書いてあるじゃないですか。この一文の中にですね、うん、何が入ってるかっていうとさ、うんうん、まずのう、首脳交渉。 おのおのその分を尽くすていう思想はこれ明らかに日本金星思想って金星高いを、うん、肯定してますよね。うんうんうん、してるね。うん、だってあの死の交渉を廃止して職業規制なし農民の中からも大臣は生まれる武士の中からも素晴らしい商人が生まれる商人の中からも国を守る武士となるものが出てくる大てはね 人の上に人を作らずとかって言ってるんじゃないんだよ。<laughs> そう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 。死の交渉素晴らしいよねっていうところが伝っちゃうの。ええええみたいな感美しい、命名の影を営めって言るからさ。<laughs> それ、江戸時代皇帝やっていう <laughs>。そうなんですよ、これ意外やって <laughs>、うんで。さらに、そのね、次、だか身も独立し、絵も独立し、天下国家も独立すべきなってさ、これ、うん、これ心、終身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 、制裁か、地獄、閉店か思想っていうんです、ねうんうんうん あの大学とかああいうやつのまあ朱子学の思想ですよでまあもとをたどえばその儒教思想だからさ、はい、まあざっくり1000年から2000年ぐらい前の中国の思想が入ってるわけですここに終身生化、遅刻天下だったっけなんかこういう「遅刻天下遅刻閉天で この思想がさらに入ってですね、日本近世の皇帝の上に、うん、でもね、その独立っていう概念は、これ、明らかにインンンディペンダンスなんですねだから、これはどちらかというと西洋の概念。西洋思想なんですよ、だからわずかこの一文の中にですね、うん、日本近徳川家康、徳川幕府時代の日本を皇帝する思想と、うん、古代中国儒教,儒教思想と、はい、西洋近代思想がですね、ごちゃごちゃに入ってるんですよ。うん でこれ、平気っていうこの思想的タイプってすごい,と思いますね、うん、これ、確かね、この時代、森外とかも言ってて、流行ったんですよね、この終身、えっと、ね、終身、生涯。そう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 、うん、だから流行りも詰め合わせる。これ、来期や、ごめん、来期やから、この言葉自体はめっちゃ古いですね。 あえっ、ー、と来期大学の一部ぐらいから取り上げられた、うん、そう言いたいに大学はだから大学そのものはそのものが書かれたのはその古代中の、うん、古代事前で以上場合にセンス100年前のけど、うん、でもまあそれが取り上げられるだったのは出資以降なんでうんみ、うんうん、ずれとこれをねこのこれを一部の中に全部ぶっ込めるっていうところがです、ね、その日本の近代のインテリゲンツやのです,、ね、す,すごいところだと思うんですよ、うん、いやすごいですね 本当に、うん、気持ち悪くないんですかっていうのていやで、私、喋ってるだけで、ちょっと気分悪くなったよ、これ。だって、どうしてさ、死の交渉家、家のね、うん、家業を営むっていうさ、そのそれとさ、そのこのなんかその、この収支在このに咲いた地国平定化思想とかっていうのあるかな何て言うん、か、まあ、まあ、一種、中入病的じゃない。まあ、そうね、うん,うん、うん、うん。私が家を収めれば、戦火収まるとかって、おかしいやつ。<laughs> <laughs> でそれさ完全に文言超えてないうん。死の交渉ってそういうことじゃないよね。うん,うん。素直に考えていいわけですよ百姓も町民も、うん、それぞれの家の文をたしなんでおけばいいのであるんで、ねうん、それがその天下収まるかどうか知らんからっていうのは考えんでいいよお前らって、うん、まあそれがその身分制度っていうもんだと思うんだけど、うんうん、でそれにさらにですねそうすると日本身も独立し日本も独立するとかっていう 乱暴なその反植民地思想が入ってくるっていう、うん、なんかあの多分だいぶ混乱したかったよ、ね、<laughs> で追いい詰められて描いてる感があります。なななんんんんかかそそ感感じよね <laughs> <laughs> 感じ、うん、ねでねでで、はい、こここに混混混乱乱乱たたあっててだけどのがが今日起き それでね、ちょっと時代は離れるんだけども、あの岡倉鉄心さんっていう人がいてですね、はいえー、この人はですね福沢諭吉に比べると、20年、25年ぐらい後に生まれてるんですよね。で、この岡倉鉄心さんというのはですね、東京芸術はああのの岡倉天天天ですさんはあの東京芸術大学の設立とかにはい、はい。 あのー、すごく関わられてかつ、まあ、茶の湯とかねそういう美術とかそれ系の人が書いたこの「東洋の思想」っていう本があるんですよ。はいはい、でこの一文を見るとですねあのやっぱり岡倉天心はあのー、芸術家なだけあってですね当時明治の時にまあ、えー、日本の伝統的な文化があったけどもいろんなあのー、ものが入ってくると。 こういう時にすぐに奥能してるか悩んでるわけですよすごく岡倉自身がねでその時に東洋の思想の中で明治時代について書いてるんですよねでここにですねどういうふうに書いているかっていうとですねまあなんかすごいなんか芸術家っぽい文章があるんですけどそこは飛ばしてえーえー、明治時代その文章むちゃくちゃなんだよね、えー、じゃあむちゃくちゃな部分読みますよせっかくなんでい <laughs> きますよ 明治時代は正式には1868年における根性天皇、明治天皇の特異をもって始まり、そして天皇のご栄誉のもと、我が国の歴史上、他にその日を見ない新しい試練に直面しなければならなかった。まずちょ、あの試練だという認識なんですよね。でその次に ここからが、なんかもう、大丈夫かお前っていう感じの文章なんですけど、これまでに述べてきたように、我が国は宗教的及び芸術的生活をそれぞれに区別している色彩の普段の誘導、あるいは時に理想主義者的な奈良の琥珀色の白銘となって微行を放ち、ある時は藤原の深紅の秋を帯びて燃え立ち、さらにはまた鎌倉の緑なす海の波に没し,して染まり、あるいは足利の白枯れの月光となって輝いている、それが今やここにおいて雨に現れた夏の新鮮な、燃ええわみたいな、 もうこういういの完全なおかしいよ、ね。<laughs> えっとまあまあ,あの芸術は爆発だーみたいなそういうあのノリな人なんで、はいえー、ちそっとなんかお金いやっぱ陶酔しすぎやろ。いやまあでもこれぐらい陶酔せえへんと芸術大学とか作れへんって <laughs> でも何が言いたいかっていうと岡倉は明治時代が34年経った時にこの新しい時代の変典は

そううやと思うよ真面目に日本文化と思想を考えている人がですよ、ね、この「脱は乳王」とか言われてですねなんか「ううっ」てなってて見てったら「うわあっばあ」ってなるよこりゃ、うん。なるわね。で岡倉天心はこれやっぱり、あのー、この真面目に考えたせいでおかしくなってしまったけど福沢諭吉のね学問の勧めを読んでいると無理やり飲み込んでおかしくなった。 けど、本人がおかしくなったことに気づいていないっていう感じがすごいするね、これ。そうい、なんかい、長い生きそうな感じですね。<laughs> えー、<laughs> っとですね、福沢喫茶さん何歳まで生きたかな <laughs> ?66 歳から、かあ,あんまりない。わりと短命岡倉天使は50歳ですね。岡倉天使はもう、あの、気が狂ってしま,いまし <laughs> よく生きたな、50年も、みたいな。はいうん そうあのもう一人あの明治に関して真面目に取り組んで悩み抜いた人がですね夏目漱石でこの人うつ病になってますからね54歳だったかなあの人52歳49です49か同じぐらいでかわいそうにかわいそうにあの残択があったら助かったのになえっ何何残択があったら助かったんでく残いや胃潰瘍の薬ああれかあああ まあだからそう考えるとねんこの福沢諭吉岡倉天心夏目漱石のこの3人を読むだけでも今の日本文化の精神的骨折探れるんじゃないかな。いやそれはもう多いそうですよね。 まああとそれからまあ森外うん森外さんもね、<ー>またこうちょっと可哀想な感じのもう文章とか読んでいると、何言ってるか全然分からなくなるど、ね、のんだけお前女の人とやりたかったんやみたいな感じがするんですけどね、正直森妖怪、森外の本。俺、森外の感想、それなんですけど。性 <laughs> <laughs> 欲は虎だ虎の上に乗って暴れ回るものだとかっていうような。<laughs> <laughs> やったええやん、もう、やったええやん、何を悩んでんすかみたいな。<laughs> あれさ、だいぶあの骨折してますね。あ、人はね、すごい、なんていうか、あの、えっと、きついね。きつい。うん、何しろ、だから、あの。まあ、夏目漱石とか、わずか5歳ぐらい年上なんだけど。あの、やっぱ超エリートやからさ。うんうん、明治政府との一体感って、明治日本との一体感がすごいあるわけです。うんうんうん まあ、だから、その陸軍中将でしょうん軍。軍医、軍医のトップみたいな。で、国境は、国境は、天変病だ、か、かからや、違うんだ、あの、いいよ。モギメスとか、軍事じゃねえよ、ビタビタ関係ねえから、とかっていう。日本の兵隊いっぱいですね、かっけであの、死にたらしめたという。いや、だから、あの。とんでもないやつですね。なんか、あの、頭のおかしい医者ってイメージなんですけどね、私の。<laughs> 頭のおかしい医者の挙句く、えっ、ー、と、やりたくて、たまらなかったけど、我慢してたっていう、そういうイメージ。<laughs> であのジメカワイス。カワねス。カワイ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 たカワイス。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 カたイス。カワ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 イス。 これもまたね、<あ>山崎正和さんのね、戦う価課長、森岡屋もね、その日本文化のね、その日本インテリの骨折を研究するのはすごい中途な資料ですよ。休めさん、休めさん、ずれてるずれてる、はい、そっち行かない、今、今、行かない。まあまあまあ、それは後の話です。またそのうち取り上げましょう。まうり上げますはい。うん、いや、でも、福澤幸一の学問のおすすめさ、うん、正直言いましょうか。私、大好きだったんですよ。好きなね、こんな現代語訳 <laughs> をじゃなくってこういうさっきのその古い本の書き方あるじゃん文、はいはい、体がね文体が古い方を読んで素晴らしいもう素晴らしい最高の本だというふうに思ってましたいつ,いつ思ったのいつ30歳ぐらいまでほ<う>だってさこれさうん、うん、まあ一言で言うと努力が足らんやつが、うん、生まれながらには平等なんだまずこれ嘘ね嘘ね ね、うん、生まれながらには平等だ後の努力で全部決まるんだじゃないですかうんすばらしい何 <laughs> でやねん最高だ <laughs> わあそうかこう中学生ぐらいの時にさこの最初一文この最初の一文、うん、天,天は人の上に人を作らず人の人に人を作らず、うん、と家に 家にかよみたいなさ「いきなり逃げとんだみたいな「とと聞いたよ」みたいなオープニングにさ「てんゃこれはとか思ってさ人の上に人を作らず人の下に人を作らず」と言ってたよだってさこの格好の中だけ しか言われへんやん。えー、だって、えっ、ー、と、なんか誰が言ってたん。てん、天が言ってた。俺が言ってたんじゃう。俺が言ったじゃ。てんは人の上に人を作らず、そ、うん、の人は人を作らず。で、福田が口が言ったのかとは、その、思ってたけよ、授業とかで,そかかです、その、なおか。ああ、なるほど。うん。うん。と、うん、したらさ、原本みたいな、と言えりって書いてあってさ。うん、おいおい、言えりがよみたいな。<laughs> って言うてたね。え、調べけどってやつやんか、もう。な。 そしてそこからさればね誰が言うたか書いてさんすよもうん、いやだから天ですよ天天か天が言うたや <laughs> 天が天が作らずじゃないの天が言うたのさればそうよだから天がそう言ったんですよ天が人の上に人を作らず人の下に人を作らずと家にっていうふうに天が言ってた天が言ってたよってだからお前ら生まれながらにしては平等やから <laughs> 後の努力で決まるんやでって言うてんの あそう誰かヨーロッパの偉い奴が言ってるわけじゃない。うん、そういうのは知らん俺。あ、そうか、なんかそれどうせまたど誰かの翻訳をなんかにずって入れてんのやろうかなと思ったけど。ただ、テは言うてんのかもしれんな、ひょっとしたらな。えっとね、ジョン・スチュワート・ミルが似たようなこと言ってたんだよな。確、うん、かな、なんかそうだよね。ミルかなんかを運転を明記せずに勝手に引用するって言ってやったあかんやつや。やったあかんやつやな。<laughs> やったあかんやつやったと思うけどな。うん。<laughs> いろいろ突っ込むところ多すぎていやこれだからね、なんで好きだったかっていうと、自己責任でがあの生まれは関係なく、頑張ったら頑張った分だけ成功する、失敗したやつは全部あのその努力が足らなかったせいだっていうのは、です、ね、どん底に落ちている人間からすると、救いなんですよこれあだからこそね、そ<う>も日本人がもうどん底やったよ、ねうんでもうあの、滅びかけている日本の中で、こう頑張ろうと、ただ今思えばですね、差別し、うんいや、いや、これ。 と天は天の、えー、天は人の上に人を作らず、えー、人の下に人を作らず、ねでえー、生まれに寄せはない、だけど、勉強やひどい。<laughs> で、アホが広がったら政府は落とすしかなくなるから、ひどい政府になるんやで、でもそれはなアホな人民のせいや。<laughs> いやいや、これはやばいでしょ。<laughs> <laughs> い,つがついたやばいいっていやこれやっぱり三十五歳ぐらいかなやっぱ原発事故以降いろいろ信じていたものが崩れましたからね<あ>私は原発事故ってそういう影響あったんやねいや私にはありましたよだって<ー>原発事故の現場とか自衛隊がまだ片づけて最初私見に行きましたけどこん、はい、なの自己責任嘘やんって。<laughs> 生まれながらにして平等とか関係ないだってこれ赤ちゃん亡くなってるよここでって。って思った。あ<っ>、うん、あれは。その思想的影響はやっぱり原発というか大きいですね。 大きかったよ。あ<ー>まあそれに目をつむってね、岸田政権はあのなんか原発元と作るぞっていうふうに言ってるけど、えー、今ちょっとあのジョン・スチュアート・ミンの大学教育についてっていう本を手元に読んでるんですけど、確かに似たような文章があったんだよな。まあいいや。うん、まあいいや、うん、うん、どっかでどんん誰から言ってるでしょうんうん。いやいや、なかなか強烈やな本当に。 うんこれね、ほんまあかんで。<laughs> で、こんなところで作った大学がですね、いまだに日本の私立の雄として語られていてですね、うん、肉の王者でございますよね。ねで、そして、えー、五輪五色でもうとつかまれたとはほとんど慶応罰。<laughs> <laughs> 挙句の果てに竹中平成が名誉教授、国賊である、国賊大学である。 あちなみにあの慶応大学させてましたけどあの一番悪い大学どこかっていうとあの今この人がねあの一緒に配信してるあのこの人が教授やってる東京大学に比べれば、まあ、慶応大学マシだと思うんですけどもでもひどいよねっていう話ですよ。東京大学のひどさねこれはもうその福沢個人とかのレベルじゃないですよ。福沢諭吉の個人のひどさがちゃんと遺伝で残ってるっていうのはやっぱ個性的に。 と慶応大学はねひどいいんですすよわかりやすい、うん、東京大学はねこう無限の仮面によって構成されてるからもう,う透明すぎるんやけど実はものすごい猛毒みたいな感じになっててね慶応、うん、より危険ですよいやもうそれは国家システムのの、うん、そのものですよねもう、うん、怖いね本当とにあ、うんうん、しかしな本当とに何つうかこの <laughs> 状況 うん本当になんか最初のボタンって掛け違えてたらだめなんですね。ほんだね直 <laughs> らんねやなってつくづく思いましたよこれ。ただのこのさこのね、うん、これなんかもちょっとねしびれたけどね何や何やねどの部分やあのー、このですね「うん、自由とわがままとの境は他人の妨げをなすとなさざるとの間にあ、うんつまりあの「人に迷惑かけんないよお前、うんうん」自由にしてもいいけどな人の迷惑かけんないよ」っていう「うわがままいかん!」とか言って。 言われへんこ <laughs> <や>の本当<の><の>からさんかおかしいなってそんな,そんなこと言う人に迷惑かけないかぎり何をしとびて,てそ人に迷惑かけなかったら何もできへんやんとか思って自由にはね責任があるううと責任があるね <laughs> あのみんなお給料もらってるやろでお給料もらってるんやったらちゃんとね責任を果たさなきゃ責任を果たした後やったらいくらでも自由にやったらいいんだよもう喫茶店でサボっててもいいし好き勝手帰っていいんやでその自由や いくらでもやったり、損代わり、売り上げ上がらんかったら迷惑かけるやろ、自由をもらってるのに責任を果たしないなんておかしいじゃないか、ちゃんとそれは売り上げを上げてくれたらいいよ、僕は。何も問題はないと思っているよ。っていうことですね。これは。うん、私はよく言ってたな。この目営業部長やってたとを <laughs> 人に迷惑、うん、かけない限り、も自由にやったらいいんだっていう、それは自由とは言わん。<laughs> それ、人に当たるから何したって。うん 私は営業部長やったら、<や>あ<の>黙って家にってないかりは無理です。うん、サラリーマン時代によくそういうセリフを言ってました。うん、で、それで私がね、ブラって売り上げ上げて、き、うん、今日はちょっと俺は喫茶店であの本読んでるから、なんかあったら電話してても俺、売り上げ上げてるから、お前のボーナス俺から出てるんだよすごい嫌なやつですね。でもその福田先生の言う通りになってる。福沢先生の言う通りですよ。 なんか俺迷惑かけてる自由にサボって喫茶店行ってるよなんか文句あるんですかっていうような感じで最悪ですね本当にあ際に良くないと思うまあねでもこれがなんでこんなに追い詰められていたのかっていうとさっきも言ったけど、うん、欧米列強の力が強すぎたからなんだよねじゃあもう何でもいいからこのもう、うんね、にのってなってたんだよこれはだってなくその国民国家システムというのがですね、うん まあ私の考えではそのイギリスの議会政治の形成とそれからフランス革命それからそれイギリスの産業革命これはくっついてですね富国強兵を旗印にしてですねその国民国家システムというのが出来上がったらめちゃめちゃ強い軍隊を作り出すっていうそのものすごくたくさんの多分フランス,フランス王政時代の軍隊って大体20万人ぐらいが最大だったんだけど。 ナポリオンの軍隊150万人ですね、まあ、すごいよね。うんでしかもそれみんなやる気がある。うん、そういう150万人の作りやすことに成功してですね、うん、まあそれがプロシアとかを攻め込んで、うん、あのクラウゼビッツとかあのメッカのやーそのたりはクラウゼビッツの、ね、戦争論とかについて語り出したらですね、うんうん、ここからさらに追加で60分。うん うん、それは別にもうすでにかまってることあるので、もう大量に5千ぐらいら。してみてください。どこにあるか分から <laughs> ないけど、<laughs> 誰か検索してて 2> 2年ぐらい前にしゃべったはずやから、<laughs> 検索して見といて。見といて。<laughs> そういうのがあってさで、そこがそのとんでもない力があ溢れ出して、う,ん、うん、こう全世界を設計してしまったわけですね。その植民地化にする植民地化。うん でこの職民地使っていうのはまた恐ろしいわけです、うん、でそれを目、まあの当たりにして、ですねあの中国でさえ、どんどん破壊されていってるっていう、うんね、でそのあへん戦争みたいなさ、一人あへん打っといて、うん、こんなアホやばい薬飲んだら、国民がもう大ボロボロになるからって禁止したら、うん、ふざけんなボケーとか言って、戦争しかけてくるようなやつと対峙したらね、うん、それはちょっとシャレにならんよね。 プーチンとかいう、うん、はマジ怖いのは、うん、たまになってきてる時に、うん、日本を守らんていかんっていう、うん、その焦りさあ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  その、しっちゃかめっちゃかが、声出てますよ、ね。出てる、あの、そして、岡倉天心は、あの、わかりやすく、芸術は、しっちゃかめっちゃかになっちゃいましたけど。で、あの、夏目漱石なんか、わかりやすく、真面目に考えすぎて、鬱いになったんですよ。だけど、福沢諭吉は、もう <laughs>、おお、ごくみたいな感じで。<laughs> おお、ちゃんと慶応大学作って、日本最大の、人脈じゃん、ああみたいなそう。そう、だから、福沢諭吉っ,ったことは、こう、ね、啓発の走るですよ。<laughs> 今、世の中は大変なことになっている。このままでは身が滅んでしまう。一体どうすればいいのか、あなたの人生を救うためには、ね、一心独立して、一国独立さあ、君も学ぼう。学ばなければうまくいかない。でも、学べばうまくいく。 さあみんなも慶応義塾へようこそっていうチラシ俺作れるとう <laughs> そうそうそう,そうまさにそれやんそういチラシなんだこれね。絶対そういうチラシあると思う。<laughs> 俺絶対俺みたいなやつがそうやってあのコピー書いて「だせて今日もカモが二十人入学してきました」と言ってねえね絶対言ってた。カルカルタや,、ねルタやね、そ <laughs> だけど一応このんだかよくわからない骨折っぷりが。 あの当時の欧米列強をはね返す人の力にはなったと思うよこれはうんだけど二つあのもうこれ反省するべきポイントがありました 1GHQ に負けた時ですよ占領されてねアメリカに負けた時 <laughs> やっぱあれあかんったよな何のために明治人戦をしたんですかう脱は入欧して占領されたらじゃないかいな脱は入欧どころじゃでいいよ <laughs> 本当にでその次 ジャパンアツナンバーワーンって取ったんやろあ<ー>だったらもうさ、あのもうこれから日本はスーツ着るのやめもうあの墓場に戻すとかさ、あの一番取ったんやったらもうエリア元に戻れば。海外出張の時だけさ、スーツ着てならよかったのにさ、あの子でもうな一体化してしまってたんやな。 ジャパニーズビジネスマンね。じゃあ、プニーズビジネスマン、二十四時間戦いますから、本当に。うん、そういうことしてるからさ、もう。うん。どれだけとなってしまってです。うん、まあ、あそこでブレーキ振ってたらもう楽勝やったね。いや、楽勝やで。うん。いやいや。 に恐ろしいが富澤基地これやっぱそのね、このなんかつるっとした健康な感じを顔に顔じゃないですか。富さんって一枚撮り回るよいやーだってあの岡倉天心の写真をちょっと見るとですね。これ <laughs> 比べると可哀想やもん。ちょっとだいぶ苦悩したハるんやなーみたいな感じがするんですよ。次にちょっと夏目漱石、こう一番有名なこう首かしげてるやつ、悩んだハるんやな。売れ <laughs> いたはるんやなーっていう感じするじゃないですか。うん で福沢諭吉を見るとですね、もうピシッとして、どうも、スロン、テカテカみたいな感じがすのもうメー出してきそうですよね。<laughs> あ,あどうも、福沢諭吉で、慶應技術というのをやっておりまして、できればですね、あの共産金などいかがでしょうかとかって、多分福沢諭吉、今生きてたらね、高橋治之みたいに仕事できたと思うよ。<laughs> 五輪五色で賄賂引っ張りまくれたと思う。ただまあ、あの、 これだいぶ腐した後に言うのは何なんですけど、福沢諭吉も森外も骨折はしてたけど、根性と教養はあったよ。うん、いや、すごい。そ <laughs> 十分。今の悪党はね、教養がないかなって。なさすぎるやつぶつね。森外の強要とか異常ですよいや、異常でしょ、どうかって。<laughs> やばいでしょ、あれ。明治 <laughs> <な>の頃のね、うん、もう知識人の教養っていうのは、意味がわからないん た私が一番衝撃を受けたのが、うん、あの清沢万氏っていうさあー清沢親鸞、ね、の,あの,蘭のまあ新書大谷派の思想家ですけどね、うん、これ東大の文学部東京大学の三期生かなんかこったんだけど、うんうん、学部生の間かなんかにですねそのヨーロッパ宗教思想ってどういうものかっていうのをつかんでですね、うんうん、それに関してその そそうのその宗,宗教思想骸骨っていう本を書いてです、ね、英語で英語で書いて、うん、それがその世界宗教会議かなんかでものすごい話題になったりしてたんですけど、うんうん、見たらね、4、5年ぐらいでね、もうそういうのに到達してるんですよ。すごいね、18歳ぐらいからの4、5年ですよ。宗教哲学骸骨っていうの、骨の,、ねうん、あの読みたい<の>人はですね、あの、うん、中古クラシックスの精神主義ほかの中に入っております。 それのねノートとか残ってんねんけど、うん、そのドイツ語のセンスドイツ人の先生の授業はドイツ語で読む、うん、アメリカ人の先生のノートは英語で取る <laughs> なんかそういうノートが残っててそれがその東京大学に当時どういう授業を行われたかを研究するっていうのが資料に使ってるらしい、ね、すごいねどうやってそんな勉強するのみたいな感じの。<laughs> あれ,なんだよねあれ、ででも参考書も何にもないのに、<laughs> ヘーゲルの宗教哲学とかを読んでさ、まあしかも当然、グーグルもありません。うん、それをその本一冊しかない、目の前にいるのはそんなヘーゲルのこと知らん先生しかいないみたいな状況でさ、うん、その骨格つかんでくるとかっていうことをすやってるわけですね、変態ですね、変態。そんなその後、日本の研究者でっとできたレベルの人、あまりいないんだよね。 まああの清三満心になるとまた話がずれていくので。うん、でもかそか明治の頃の知識人の,この教養っていうも恐ろしさで、うん、しかも籍は前提みたたいな、うん、子供の時に勉強しましたんで、うん、まあ、これなんでこんなに取り上げてるかっていうとやっぱりですね道徳とかその文化とかっていうのがやっぱり国の土台なんですよね。うん、でその土台がいろんな形で骨折してるわけですよ。 安倍晋三の国葬とか見てもねものすごくなんか世の中がバキバキに無味乾燥に骨折してる感じ受けたじゃないですか何にも文化的なものを感じないような感じねああいうのをやっぱりですね日本人はを失っていますだからその真を取り戻さないとこれからの苦境を乗り越えることもできなくって1回目のこの簿記、ね、これが明治の時にあったと思うからこうやってね今チェックしてるんだけどやっぱり読書番組なんで。 明治時代の大ベストセラー福沢諭吉の学問の勧め見てみたら今も通じる自己啓発カルトやったっていうですね、うん、ただ <laughs> この頃の福沢諭吉の事情は分かるわかるけど<お>でもねちょっとこれが未だにあのちょっと大ベストセラーで素晴らしいって読んでるっていうのは危険だよねあれ心三がね正、うん、方針演説で、うん いきなり。まあそれはジャパンイズバックっていう安富さんの本にねあの書かれているので読んでほしいなと思うけど、うんそう。これはすごい面白いのにさ、うん、あんま売れへんかったんで、ぜひ読んでほしいな。今,うん、今読むとですね、うん、私がどんとお言ってたことがどのぐらい正しかったか間違っていたかっていうのはよくわかると思らすいらしい楽し。楽しいんじゃないですかね。ぜひ、うん、ね読んでほしいなというふうにも思います。まあジャパンイズバックねはい 買って欲しいなと思うのとまあ今日はねあのちょっとそういう問題提起ねこの森大貝福沢諭吉、えー、夏目漱石、えー、岡倉天心あたりのところから、えー、どういうふうに骨折して私たちが心の芯を失っているのかみんなねいろんな形で あの、空虚感とか抱えてるかもしれないけど、大体こういうのって歴史をたどると面白いもんでね、分かってくるもんですから、今日は安富さんと、えー、話をしました。まあこれは問題提起で、これからもここを深掘りしていきたいなと思っています。そんなわけで今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく安富さんのね、本とかは YouTube の説明欄にね、書いてあるんで、ぜひ女のために買ってください。じゃあねー。